派手だからこその役割があるネズミの話。衰え知らずのネズミ、ハラカルマネズミ。見た目のインパクトが強すぎるせいか、裸と出っ歯が合わさった悲惨な名前を付けられてしまったかわいそうなやつ。見た目通り弱々しいやつなのかと思いきや意外にも強者。まずはその寿命。通常マウスの寿命は約3年だが、なんとこいつの寿命は約30年以上。さらにサバンナの地下でアリのように社会性を持ち生息しているわ。その数は100匹近くいて全裸大家族状態なのだ。これを可能にしているのが高い生殖能力。通常の生物は年を取るにつれ生殖能力が衰える。しかしこいつは衰え知らずの細胞分裂を繰り返しし続ける最強な細胞を持っている。そのためいつでも元気に出産することができるのだ。またこの大家族の中ではそれぞれ役割も決まっている。子供を産む嬢、巣を守る係、食べ物収集係など細分化されている。中でも珍しいのがお布団係。こいつは体毛がないせいで赤ちゃんにとって地下は寒すぎる。そこでお布団係のネズミが集団でおひくらまんじゅう状態になって赤ちゃんを温めるのだ。ちなみに老化せずに死ぬらしいよ。